バローロ宮殿はアルゼンチンブエノスアイレスにある高層建築物。高さは100メートル。設計はマリオ・パランティであり、1923年に竣工した。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのモンセラート区、5月通り1370にあり、この地域のランドマークとなるオフィルビルである。ウルグアイの首都モンテビデオにはバローロ宮殿とタイになるサルボ宮殿がある。設計は バローロ宮殿と同じく、マリオ・パランティであり、サルボ宮殿の高さは95メートルである。1997年にはアルゼンチン、国定歴史記念物に指定された。今日のバローロ宮殿には、旅行代理店、外国人向けスペイン語学校、単語用意商店、建築設計事務所、会計事務所、法律事務所などが入っている。1925年頃のバローロ宮殿イタリア人。 建築家のマリオ・パランティは1890年にイタリアからアルゼンチンにやってきたエンプレサリオのルイス・バローロに建物の設計を依頼された。設中主義の基本的な設計はウルグアイのモンテビデオに建設するサルボ宮殿のための設計と同時期に考案されている。パランティがダンテ・アリギエリーの熱心な支持者だったことからバローロ宮殿はダンテの 新曲の世界観に基づいて設計された。高さ100メートルの22階層は、新曲と同様に3つのセクションに分けられる。地下1階と1階は地獄を表し、2階から14階は、煉獄を、15階から22階は天を表している。建物の所有者は3階層だけを使用し、残りは賃貸用とする計画を持っていた。1923年の竣工時には、 ブエノスアイレスやアルゼンチンだけでなく、南アメリカで最も高い建築物だった。1934年には、ブラジルのサンパウロに高さ130メートルのマルティネリビルが竣工し、南アメリカ一高い建築物はマルティネリビルに移った。1935年には、ブエノスアイレスのレティーロクに高さ120メートルのカバナビルが竣工し、 アルゼンチン一高い建物はカバナビルに移った。ありがとうございます。